おはようございますどんな感じでアフレコをしていったらいいのかちょっとよくわからないですけどやってみますメイク動画とスキンケアが見たいってたくさんの方に言っていただいていて撮りたいなと思ってから2年くらいが経ってついに撮ってみましたまずはこのウェットティッシュ家族で1,000個くらいは使ってて手も拭けるし顔も拭けるし なんかこぼししてもいけるし便利ですなんか来れないと困るなーってやつとか紹介したいものがもっとたくさんあってもっともっと長い時間話せるんですけどまずはその中でも特にリピートしてるようなスキンケアとメイク用品でやっていきます小学生の時から自分でメイクをしてきたので。 メイクとかスキンケアとかは本当に知らない商品がないと言ってもいいくらい試しててなんかノート作ってこれ良かったこれは良くなかった合わんかったみたいなことを書いてるくらい好きですあのすごい肌が弱くって血管とかが透けて見えるくらい薄い皮膚ですぐ赤くなったりとかしちゃうんですけど今紹介してるスキンケアたちは全部。 どんなな時ももみたりしいいいのででとってもいいです今回はメイクが中心なんですけどスキンケアも大好きで日によっていろいろ変えてたりして肌の調子がいい時悪い時朝夜とかで全然違うのを使ってたりするのでまたいつか紹介したいですこれはジェル状の乳液みたいなやつで保湿はめっちゃしてくれるけどサラサラーみたいな。 感じででお気に入りですこの袋の中が普段のメイク用品で毎日の練習が室内なので肌には何も塗らずに眉毛を描くかそれすらもしなかったりなんですけど今日は試合とかアイスショーの時にするような皆さんが知ってくださってる私の顔を作っていきたいと思います。じゃあまずスポンジに水気を足してアクセーヌの 日焼け止めベースをポン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 って顔全体に塗ります次はこのとっても有名なやつこれをこのクマがあるところにちょんちょんって塗りますあんまり目のキワキワまで塗らずに涙袋の下くらいまでがいいと思います 次はパウダーなんですけど初めて自分で買ったデパコスで大好きでずっと使ってますそれを大きめのブラシにとって顔全体にさーってしますで眉毛もこの後描きやすいようにサラサラにします、えー、これでベースメイクが終わりです次は眉毛眉毛を褒めていただけることが多くって だから自分の好きな場所は眉毛なんですけどこのアディクションのこのブラシがないと本当に眉毛描けないっていうくらい大好きでもうずーっとこれで描いてます眉毛はやっぱり一番なんか印象が変わると思うので大事にしてていろいろ試した結果自分みたいに暗い髪色が好きな方はペンシルは普通の茶色 いてパウダーはちょい明るめっていうか自分の場合は紫とかピンク系が好きでそんな感じの色を薄くブラシでのせてますで、まあ、ミスってもなんかスクリューブラシとかでザーってやれば治るから大丈夫次は目をやります。この指,指しててる色が良すぎて 大きいパレットを持って行ってしまうくらいドンピシャにいい色です、えー、次がこの「アディクション」の005番でこれがもうめっちゃくちゃ人気でお店にもネットにも全然売ってなくって最近やっとゲットできて嬉しいですよく友達とか妹とかに自分で使ってみて。 めっちゃお気に入りみたいな化粧品があったらプレゼントしたりするんですけどこのアイシャドウとあとこの後出てくるそれもアディクションでまためっちゃくちゃ可愛いい紫っぽいチークみたいなのがあるんですけどそれをこの前プレゼントしました、えー、次はアイラインアイラインもいっぱいいろんなの持ってるんですけどやっぱりこれが一番描きやすいです目尻にだけシャーって描きます 次はヒロインメイクの最近限定で出てるグレーのアイライランを使います。さっきのペンシルで描いたところをなぞる感じでちょっとだけ描きます。でまつ毛の間をちょんちょんちょんって感じで埋めます。 次は下まつげにマスカラをするのがあんまり好きではないのでこの薄い色のアイラインで下まつげを3本くらいちょんちょんちょんって描きます次はまつ毛美容液を塗りますこれももう大好きで100本ぐらいもっとかな買ってます美容液を塗ったらまつ毛はあんまり上げすぎない方が好きなのでホットビューラーだけで軽く 整えます次がマスカラマスカラもいろんなの持ってるんですけどこれが一番ブラシも細くって塗りやすいしなんか元からこんなななまつ毛だよーみたいな感じになるのでで好きです去年くらいまではまつげパーマをしてたのでもっと楽だったんですけど最近全然いけてないのでうんこんな感じです。 次がモアリップめっちゃちっちゃい時からずっと使ってるんですけど最近なんかどこ行っても全然売ってなくってこれなくなりそうなやつを大事に使ってます。次がマネキュアみたいやけどこれチークです。これリキッドタイプなんですけどパウダーには出せない感じの中からジュワーみたいな感じがお気に入りです。 いつもはこんなハートとかやらずにパッパッパーってやるんですけど今日はカメラが回っているので意識しております <laughs> 次はパウダーのチークです多分この2つがお気に入りだよって言いたくてとってたと思うんですけど今日はこの左側を使いますこれがさっきプレゼントしたって言ってたチークですその友達にに会った時に あーつけてくれてるあのチークって気づくぐらい可愛いいですこれ次はハイライトこのハイライトの代わりになるものは探してもないんじゃないかなっていうくらいすごいいいですそれをこの目の内側のとこと鼻のところとあとさっきチークを塗ったほっぺのちょっと上に塗ります 次はこのシェーディングをしていきますシェーディングはなんかもう適当にブラシにとってポポポンポンンシシシシシャ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 ャっってやってやますこれは大量に持ってるリップの中のほんのほんのほんの一部ですこんな感じで私のメイクとかスキンケアへのオタクっぷりがここまで動画を聞いてくださった皆さんには伝わってたらなーって思うんですけど 小さい時から自分のブランドというか自分でプロデュースした商品をこれめっちゃいいってものを作りたいってのが夢にあってだから3年前くらいからいい商品があったら裏見てこの成分は絶対入れたいとかパッケージ困難がいいとか新しいのがあったら買って試してノートに1人で口コミ書いてみたいなことをやっております。それがいつか 実現できたらいいなーって思ってます。終わりー。